宮本さん、いい感じですね。めちゃくちゃいい感じになってます。なんか普通にドリフトできるんですけど、簡単でしょ。簡単ではないです。簡単にやってるように見えますけどね、なんか。目いっぱい。あ、目いっぱいでこれですか。あ、じゃあまだまだグリップで頑張ってもらわんといかんですね。まだまだグリップは解禁ですね。今日は何やってるんですか。今日はちょっとギアの笹川とかで取り付け、あの頑張ってを取り付けて、後ろに荷重と乗せて走ってみて。ん？何を言ってるのかよくわからないですけど。羽をつけて、今何の説明をしたんですか。今言ったのもう一回言ってもらっていいですか。サスマウントのところにダンパーステーをつけて、あのダンパーのウィングのステーをつけて、よく分かんなくなってきました。羽をつけてみました。羽をシャーシーに土台をつけて、はい、やっと分かりました。あのでっかい羽がシャーシーから伸びてきてるわけですね。ボディからじゃなくてシャーシーから。はははは。なるほど、まあ、そういう動きをしてますもんね。どうですか。なんか結構ないです。なんとなくは走れるんですけど、どこがどういう風にしっくりこないですか。荷重が回せない感じ。なんか前後ろにしか動かない。でもフロントに乗らない。後ろが重すぎて。前が下がって後ろが上がるバランスが悪いってことですか。ないですね、後ろには乗るんですよね。後ろ乗ります。だいぶ出るんですけど、フロントに乗せようと思っても後ろが重すぎて、なんかそんな感じですね。後ろだけで走ってる感じ。ふわってこう前が下がって後ろがふわって浮いてくる感じが、はい、なんかに引っ張られてる感じがしますね。後ろ荷重で走ってる感じ。地面から何かに引っ張られてる感じが。加速するときはいいんですよね。ねじれないですね、車が。やめた方がいいんじゃないですか、つけるの。面白みがあまりない。ねじれて曲がる姿勢になりにくいってことですよね。こういうところがですね。後ろが伸びしないっていうか。対角線の後ろが上がってこないですもんね。ねじれろ、ねじれない、ねじれない、ねじれない、ねじろうと思ってもねじらないです。で、横に逃げちゃうんですね。手の動きがあるんですよ。ぐいってねじれていって、すくい上げるような感じにならないですね。すくい上げろ、上がらない。上がらない。だいぶ重いんですか、これ。だいぶ重いですね。300キロぐらい。実車だとそんな。そう、実車でも300キロだったらエンジンぐらいの重さになりますけど。もうそこは全然さっきベタベタだったんで、着地してたんで。
をちょっとぶら下げるような感じでつけてみたらどうなるか試してみたらどうですか。ボディにですね、はい、できればもう重さ的には同じようなぐらいでつけると、つける場所だけ変えてやってみると、ねじれようと、フロントはねじれようとするんだけど後ろがねじれなくて横にそのまま逃げちゃいますね。それなりには逃げば走れるんですけど、それで面白いんじゃない、まあ、そういうのを考えずにただ走るんだったらグリップ感が上がったように感じる分でですね、曲がらなかったらどうしようもないですもんね。上がっても結局曲がれないじゃないですか、こういうのは。ってことはその次の立ち上がりもすぐ立ち上がれないですよね。なんか1コーナーも我慢して曲がってるような感じに見えます。気持ちよく曲がれないです。車が曲がる姿勢になりきれてない、はい、ちょっと全力で1コーナーをちょっと攻めてみてくださいよ、グリップで。まあそうなりますよね、なりますよね。曲がる姿勢になってないですもんね、車が。流れた後踏んだらもうオーバーステアになるしかないですよね。ちょっとアトラクション抜ける。我慢し走ればどうか曲がらないことはないけど。走らせてるっていう感じに見えますね。車が曲がろうとしてないのに我慢して曲がってる感じですもんね。曲がらない。直線だけですね。これちょっとドリフトしてみたらどんな感じなんですか。ちゃんとしてもらっていいですか。ちゃんとドリフトしてもらっていいですか。なんかちょっと何でしょうね。ケツを滑らせてる。楽しみに感じたんだ。ケツを滑らせて。滑らせるだけって感じ。前のタイヤに沿わせて後ろの角度だけを滑らせていく感じにしかならないですね。タイヤを路面に押し付けて。かき回す感じではないですよね。いかんですね、これ。もう飽きてきました。もういいですよ。はい、だいぶ飽きてきます。姿勢が、コーナーに入る時のモーションの時にねじれようっていう姿勢にならないですよね。手前からも、この方からも出てきてない。そうですね。横に、横と縦にバラバラには動くけど、天井には動くけど、ちょっと変えてみましょうよ、つける位置を。
なんかドリフトができない人のドリフトみたいになってますそうですね。走らせるだったらいいんでしょうね。はい、走らせるだったらいいんですよ。我慢してますねでもリアが暴れないからトレースはしやすいんじゃないんですか。ラインを、あれが出来上がったらもう作りの出が、タイヤから煙は見えないですね。ちょっと見えない。踏んでもバーンアウトみたいな感じでしょう。だいぶ取るのも飽きてきましたけどそろそろちょっと重りの位置の変更で走らせる方もなんか単調なんで、走らせる方向で多分飽きるんです。いや飽きないんですよこれが飽きないんですか。飽きないんです。あと3年ぐらいちょっと走り続けてくださいだいぶ飽きてきましたうわドリフトした。うわかっこいい。かっこいい。うわ変な色の車がドリフトしてる。全然煙が見えてこない。まあどうやって今一応この後の穴があるけど、この穴で。ああ写真に。写真に直接つけて。ああちょっとこんな感じです。なるほど。すごいこんな感じはごっついんですけど、すごいがねじれるようになりましたね。重さは一緒ですか。ここにつけたんですか。ダンパー指定のところをネジとくりしまたその説明がよくわからないですさっきもなんか同じようなこと言ってさっきもなんかダンパー指定がどうのこうのって言ってたよ
ボディにつけたんじゃなくてシャーシの本当はシャーシの上の方に、はいはいはい、なるほど。うん、ことがギューってねじれていきますよね。どう違うんですか、さっきと付け方。さっきはここにシャーシにここに取り付けしちゃうんですよ。はいはい。あ、今上？今ちょっと離したんですよね。見えるかな。なんで俺はこのカメラを。俺もちょっとずらしてしまいました。あ、ちょっとちょっと離れてますね。で今はここ。はい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 、から伸ばしてるやつがにぶら下げてる感じになってるわけですね、はい、ここにぶら下がってる感じですね。ははは、それだけですか。それだけですね。重さがある位置は一緒ですよね。指摘一応、はい、全部元の場使ってるんで、このステイの分ちょっと重いかもしれないです。あ、多分そんなには変わってないと思う。この動き変わるんですね。びっくりします。なんでですか。やっぱロールセンターの、うん、さっきまではここだったんで、ロールセンターの下に後ろから見た時ですね、はあ、はいはい、この辺に ついとった状態なので、はいはいはい、やっぱこうロールセンターの下なんで、こっちしか動かん、地面に引っ張られてる、はい、引っ張られる感じしか動かない、はいはいはい、今はロールセンターの上にあるんで、はい、こう振り子みたいにちょっとこうやって振れる、うん、こう感じになる。前後も、はい、前後もやっぱりさっきまではこっちしか動かない、うん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 、今はこっちもやっぱ動くので、前側に倒れ込む方向にも行きやすくなったんですね、はい、それだけなんですか。それだけなんですね。本当は何かしてるんじゃないんですか。本当は何もしてないんですけど、ね、してないんですか。フラックチューンモーターとかつけてるんですか。曲がる姿勢にグーッてアクセルグーッてすくい上げる、グーッてねじれてすくい上げる。ドリフトしてみたらどんな感じになるんですか。ちゃんと外側のタイヤにさっき逆にロールしてる感じになってましたもんね。ちゃんと対角線の後ろがこう上がっている感じがしますね。もうちょっとかっこいいドリフトしてもらっていいですか。うふいやっぱりね。やっぱりね。やっぱりね。あそこまでが限界です。そうですよね。うん。この対角線の後ろ側ちゃんと持ち上が同じような感じで持ち上がってねじれていってっていう感じになってますね。本当に同じ。同じやつをつけたんですか。同じやつです。同じ位置に同じ、ほとんど同じ位置ですね。重いものを乗せればいいわけじゃないっていうのに気づいたということですね、はい、ただ乗せるだけじゃ意味がないなーって。なるほど。おい、あの取りにくいんでグリップで走ってもらっていいですか。
ちょっとグリップでさっきみたいに、さっきの最後みたいにちょっと攻めてみてもらっていいですか。ギリギリ。もうちょっと攻めてもらっていいですか。今のオンバック。さっきより取りやすい。うん、あのあこれこの先これじゃ無理だろうなっていうのも分かるし、うん、曲があこの車が曲がる姿勢になってるからこの後こういう風に曲がっていくだろうなっていうのも分かりやすい。ここ決まらないから曲がらない。そう。グイってねじれてってのオーバーステア。頭が入ってない。から曲がらない。頭が入って旋回して曲がる。どうですか。何を感じましたか。接地感というかそのリアタイヤのグリップ感はどうなんですか、さっきと比べて。グリップ感だけで言うと、うん、さっきの方がいいんですけど、うんうん、走り回してきたっていう接地感っていうのはこっちの方が感じれます。うん、もうちょっと詳しく。うん、なんかちょっと今のではよくわからなかったんで、ちょっとあの西尾さんがわかるように説明してもらっていいですか。こっちの方が荷重は回るし、斜めの対角線の軸に対しての動きもあるので、フロント軸、リア軸の使いやすい動きはなる。前から後ろからっていう形で。
対角線の動きが使えないので、もう一番最近からこの立ち上がりとかっていうのがあれで、やらせて立ち上がるか、グリップして立ち上がるか、ちょっと言うとそんな感じになるかなって思います。分かったかな今の説明で、二勝さん。分からなかったの。ちょっと簡素化してこう答えてもらえると、チャーシュー取り付けるより。うん、特に上の方に、その横方向のロールがっていうことですか、はい、横方向のロールが横方向のロールですね。うーん、引っ張られてる感じが、後ろだけですね。後ろだけです。うーん、でも後ろが動かないと本当にやっぱり動くってくる。あー、そこからの動きがない。なるほど。グリップ感がさっきより上がってるように見えるんですね、はい、やっぱこう来て、ここ、ここの辺、はい、こう来て、これが後ろにグッて曲がった時のこの、ここから、ここの部分ってグリップさっきより上がったように走って、うん、ちゃんと教えてください、そういうとこ。説明が見てるだけではなかなかわからないんですよね。アンダーはアンダーフロントタイヤの感じはどうなんですか、こことか。アンダーはどっちが出るかな、アンダーはなんかそんなに気にはならんかったですね。フロントタイヤはあんまり変わってない感じですか。そうは、まあそうですよね、そんな変わらんでしょうね。どうなのかな、こうねじれていくときグーッと、ああそっか、乗ってる感はさっきのはなかったんですけど、後ろが下がってからもっと浮いちゃう感じになる。うん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 、これはやっぱいや、最初の前半に乗ってるとフロントが沈んで、このグリップ感が上がってる。わかるかな、西尾さん。わからないだろうな、この説明じゃ。絶対わからんでしょ。まあでも動きで見てわかるんじゃないですか。こう明らかにこう左後ろ上がってますもんね、ぐーって。右前が下がって。ねじれていってますもんね、車が。これさっきはねじれてなかったですもんね。ウィングもつければいいってわけじゃないわけですね。つければよかったと思います。かっこいいですもんね、飛びそうで。このカラーリングにこの羽がつくと変身しそうですよ、ロボットに。今何をしようとしたんですか。今ですね、はい、ちょっとフロントが変わるかったんで、ここにそうですね、後ろこんだけ、はい、後ろだけ重くなってたんで、その時の浮き気味で
使えなかったんでちょっと重りを足そうかな。あ、バランスですね。はい、あ、まあ、ちょっと仮止めでフェラップでつけて、はい、クリスマスからちょっと遅いですけどクリスマスからで。すごいですね、このシャーシにこのウィングだけついとくってなんかすごいですね。ごっついです。邪魔じゃないんですか。どうなんですかね、これ入るんですか、ボックスに、ラジコンボックス。これは入れてないです。あ、入れてないんですか、はい、あ、じゃあもう無限大に大きくしてやるくらいですね、はい、この辺まで高くして。今ちょっと重り足したんでこれで行ってみましょうか。あ、でもこっちの方がいいかもしれない。バランスですね、バランスですね、人生何事も。バランス意味はないですよ。何も使い意味はないですよ。何も使い放り取ってしまう。どうですか。全然違います。 どう違うんですか。あの、今までフロントが浮きすぎとった感じがあって、全然グリップ感ないってわけじゃないんですけど、動かした時にアクセル入れると抜けた感じがあって、ノーズが入った後もずっとグリップ感があって、はあ、ね、立ち上がりもちょっとフロントタイヤの抜けがなくなった。うん、こういい感じですね、はあ、動きが。タイヤさんが使えてる。このブレーキした時のグーっていう、はあ、すごい感じ。グーっていう感じがいいですね。はあ、グーが鳴ったような感じですね。ちょっとこれでドリフトっぽいことをしてみてもらっていいですか。はい、ドリフトっぽいことをしてもらっていいですか。ドリフトじゃないんですけど、いや、ぽいのでいいです。ぽいのでいいですか、うん、うん、いいですね、完成が増えた分で。お、いいですね、めっちゃいい。もういいですよ、ドリフト。あ、もういいです、もういいです、もういいです、もうお腹いっぱいです。めっちゃ短かったです。そんな見る価値ないですからね。思ったことです。あ、今みたいな感じの時もいいですね。ローズがちゃんと入ってこう一緒にこうグググググって本当もいい。バランスですね。これめっちゃいい。あ、羽根どうしようか。羽根つけときましょうよ、寂しくなるから取ったら。やっとなんか羽根がついてボディも落ちてる。そうですね、バリバリのドリシャ感が出てるけど。グリップしかしてない。グリップしかしてないですからね。ドリフターのお腹いっぱいって言われたんで。いやいや、お腹いっぱいじゃなくて見る価値がないって言っただけです。うん、全然なんか車っぽい動きになる。うん、車はやっぱり、はあ、やっと 2J が乗りましたね。乗りましたね。 1J ですね。あ、だ、何でしたっけ。 1… え、 1G って言ってましたっけ。さっき 1G だったんです。ちょっと軽かったんです。いや、重さ的には変わらなくないですか、そんな。いや、ワンジーの方がちょっと重いっす。あ、軽いっす、ね、軽い、まあ、タービンがないぐらいじゃないんですか。あの、ハイメーカーなんで、エンジンがちょっと細いんですね。あ、ワンジーなのに、リアラジエーターにしてたわけですね、さっき。あれ、あの、穴ほげとったわけですよ。トランクに。はい、ちゃってですか。Thank you.
you